なんかやっぱあかんだ冬って。冬ダメですね。ニキビめっちゃできました。めっちゃ恥ずかしい。やばくないですか？なんで外食ばっかしすぎて。そうや、ずっと外食してんな。昨日もしちゃった。やばい。今日何食べた？昨日ラーメン食べました。誰と？リサと食べました。ずっとメンバーと食べてるやん。はい、一人寂しいから悲しい。帰ってな、豚汁作れるようになれって言ってあげてください。本当にまだ作れないです。なんでやろ。もうやばいです。なんでなん。いや、え、なんでなんですかね。焼いちゃったからダメ。だからさっき水入れんねんって。水入れて沸騰させてで煮込むねん。煮込むっていう動作を忘れてました。どういうこと。なんでなん。焼いて絶対いるやつやん。焼いて味噌突っ込んで。え、さ、焼いてさ水入れるってことかと思ってました。そしたら焦げが浮いてくるやん。そんなえ、それってさ調べてやってない。独学っていうの。え、調べてやったんです。書いてた。書いてた書いてた。こんなに。はい、なんかの、ま、間違えちゃう。間違え、あんかけとか作ろうとしてた。もう炒め物とかじゃなくて味噌炒めとか。いや、ちゃうちゃうちゃう、味噌汁味噌汁ちゃんと味噌汁。おもろいな。やからもう作るのやめた。なんでなんすねました。え、けど一人暮らしやったら確かにさ、カップとかさ、袋のさ味噌汁とかできるもんな。そっちの方が楽やしな。失敗しないことに気づきました。やめました。そうね、いつかちょっと家が燃えそうやからちょっとやめといて。ね、いや、わかる。確かに自炊エピソード好きやから、自炊の失敗エピソード好きやからやってくれてもいいけど、あの危ないことはしたあかんな。